対馬を守ったクロードの話を始めましょう。雪に咲く赤。目にも止まらぬ早業だ。敵の掩蔽が近づいている。
クロードは敵を退けたが、諦めんな、今助ける、助かった。災いが待ち受けていること、クロードは悟った。闇ガラス八門の怒り、
とまず敵を倒した。だが次の戦いがすぐに始まる。おいしいんだ。助かった。敵勢一の精鋭が送り込まれてきた。助かった。気づか油断してるぞ。助かった。死は彼方から敵の体を貫いた。鬼鬼がいる。リオンが頼みとした仲間は刃の錆となり果てた。闇ガラス。リオの分身は不可。
手を追い消えていった。やったな。クロードを討ち取らんと敵は精鋭を繰り出した。この借りは返す。
闇ガラス。戦いが終わり、クロードは太刀を鞘に戻した。敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。お前は頼りになるな。かたじけない。戦いはまだ始まったばかりだ。闇ガラス。おい、うどん。助かった。ゆっくりと動きを。敵は仲間が倒れる様を眺めることしかできない。待ちるんだ。今助ける。お前は頼りになるな。助かった。
ロードにとって退治できる敵などいないのだ。敵の遠兵がやってくると知ってクロードは腹を据えた。クロードといえども次の敵は容易に勝てぬ手強い相手だ。イオの分身は仲間とのつながりを断たれた。死は彼方から敵の体を貫いた。敵は全て倒れた。クロードは生き延びたことにふうと息をつく。だが撃つべき敵はまだ残っている。